悲鳴を上げて逃げ惑う姿、たまりませんね。追わずにはいられない。下水口、ビビン。悲鳴を上げて逃げ惑う姿、たまりませんね。追わずにはいられない。楽しそう。お見苦しいところを柄にもなくはしゃいでしまいました。はしゃぎすぎ、はしゃぎすぎ。どうやら万人の仲間入りがご希望のようだ。はい、まずは全身に包帯を巻いて乾燥させ。冗談です。なんかジェイド君今回攻めてるね。ちょっと出してきたね今回な。どうやらマミーの仲間入りがご希望のようだ。まずは全身に包帯を巻いて乾燥させ。冗談です。この学園ならジェイド君とフロイド君超有利じゃないですか。うん、体はでかいし歯はギザギザだしここ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 。僕は皆さんが見ている前で大きく口を開けるのは気恥ずかしいので。なし。余裕はね。あなたちょっとグルービー、自分でグルービーのお顔見てきて。ジェイド君、あなた。トリックオアトリート。そんなに怯えなくても。あのさ、取って食べたりはいたしません。取って食べるがさ、そのままの意味に聞こえるねん。ジェイド君、なあ、不思議だな。トリックオアトリート。そんなに怯えなくても、取って食べたりはいたしません。確かにリドルさんが必死に口を開けてリンゴを追いかける様子は非常に面白。もうね、リドルくんはさ、フロイドくんで手一杯なんだから、ジェイドくんあんまりいじめちゃダメよ。意地悪、意地悪。いえ、見応えがありそうです。この顔でな。僕が驚いたところが見たいですか？いつ脅かしてくださっても構いませんよ。いつでもいいの？これさ、フフフの後の息継ぎにエスミを感じる。僕が驚いたところが見たいですか？いつ脅かしてくださっても構いませんよ。おや、僕にいたずらを仕掛けるおつもりで？お菓子の準備がございますので、今日のところはご勘弁を。いつ脅かしてもいいよって言ってたのにさ、急にさ、距離取り出してさ、ジェイド君的にはただのその場を盛り上げるためだけの言葉だったのに、私がね、本気にするもんだから、いやそれはちょっと違いますって、ご勘弁ください。この距離取られる感じがスンってなるよな。おや、僕にいたずらを仕掛けるおつもりで、お菓子の準備がございますので、今日のところはご勘弁を。ラギーさんのあの食べっぷり、見ているだけで胸焼けしそうです。胸焼け？アズールも本気を出せば彼に引けを取らないのでは？意地悪。ひどいわ。余計なことは言わなくていいっつってな。なあアズールくんな、最後のイベントの嫌味がアズールくん持ってくるあたり分かってるよね。最後の締めのラーメンみたいな。恐怖で縛り付けられたいのはどなたです？ひょえー、恐怖で縛り付けられたいのはどなたです？このね、モーションがね、ちょっとやばいね。このモーションがさ、ままなるほど、おかしい。助けてくれ。まずは、ね、このモーションいただきますよ。あらあらあら、これ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 今これアーセル君すごいな、このモーションよ。ちょっと狙ってるとしか思えん。